茨城県道110号ホコタ茨城線、ホコタ市徳宿ホコタ市、船木茨城県道110号ホコタ茨城線は、茨城県ホコタ市から東茨城郡茨城町までを結ぶ一般県道である。1959年10月14日、新たな県道として、鹿島郡ホコタ町を起点とし、東茨城郡茨城町を終点とする区間を本路線として、茨城県が、 県道路線認定した。全線に車線で直線的な見通しの良い道が続き快適に走ることができる。起点から、鉾田市、秋山までの定置部の区間は緩いカーブが続き、やや見通しが悪い。鉾田市茨城町の地域間を結ぶ県道の他に、東関東自動車道鉾田インターチェンジと連絡するバイパス道路が計画されており、 その一部であるホコタインターチェンジ茨城県道18号、茨城鹿島線間を暫定供用している。道路法の規定に基づき、ホコタ市本命道間は緊急輸送道路として機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に道路用地内に電柱を建てることが制限されている。起点、半名秋山間は段丘部沿いに伸びる低地部にあり、カーブがあって、 見通しは悪い。秋山の段急部が坂道となり、終点、茨城町、城の内まで、鹿島第一上の平坦でまっすぐ伸びる道路が続く。道路周辺は、田畑や平地林が広がっており、住宅が点在する。福音曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。 国際会場コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車のこと、ありがとうございます。